こんにちは、カンヌです。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、手ぬぐいをですね、専門商社、まあ我々みたいな業者ですよね、で作る場合ですけども、どんな作り方がいいんでしょう。まあ本染めも今までやったことありません。プリントも初めてなんですね、手ぬぐい作る場合はということで、言われる方がやっぱり多いんですけども、やっぱりね、これはね、デザインによっていろいろと作り方が変わってくるんですね。まあ、本染めっていうのは、まあね、聞こえから言うとすごくいいもんの気しますんで、やっぱ本染めで作りたいっていうこともあるんでしょうけども、どうしてもやっぱりね、デザインによって本染めでは表現できないっていうこともあったりします。まあ、これはデザインの細かさであったり、色をたくさん多色使っていたりとか、いろんなね、制約があったりするんですね。まあ、色によっても本染めの場合出ない色があったりします。で、やっぱりそういったことをもう全部踏まえて、これはプリントの方がいいですよとか、いや本染めにしましょうとかいう話になってきますので、ぜひね、そういったことちゃんと相談乗ってくれるような専門商社さん、そういったところでね、お作りいただくのが一番間違いないと思います。せっかくね、出来上がったのに、ちょっと不本意やったっていうことでしたらもったいないですからね。ですから、そういったところをちゃんと聞いていただけるような、専門商社さんで、自分の合うところでですね、相談してみてください。よろしくお願いいたします。